皆さんこんにちは。お囃子塾第46話にようこそ。オーケストラと歌舞伎音楽の違い第3章、楽器の性質。今日はその第8節、バスドラムと大太鼓についてお話しします。大太鼓は歌舞伎音楽で使われる太鼓の中で一番大きな太鼓です。影林あるいは下座音楽と呼ばれ、舞台に向かい左側の壁の裏側で演奏されます。オーケストラで使われる最も大太鼓に近いものはバスドラムではないかと思います。双方とも響き渡るような大きな音色からささやくような小さな音まで演奏することができます。バスドラムは先に鹿の皮やフェルトでくるんだ柔らかく丸いヘッドのついたマレットを使って演奏しますが、歌舞伎の大太鼓には普通長鉢を使います。オーケストラで使われるバスドラムと歌舞伎囃子で使われる大太鼓で最も違う点は、大太鼓がたくさんの仕事を行うことではないかと思います。大太鼓がどんな楽器でどのような目的で使われているのか見てみましょう。そして最後には宮神楽という手組みを皆様と一緒に打ってみたいと思います。今回はそのようなことを次のような順序でお話しいたしますので、最後までご一緒くださいませ。1、儀式楽。2、幕開き。3、効果音。4、リズム。1、儀式楽。大太鼓は大きな樽のような形をした太鼓です。両側に革がピンと張られていますが、普通片側だけ使われます。歌舞伎囃子で使われる大太鼓は台の上に乗せられ長鉢を使って演奏されます。日本では昔から人々への物事の伝達手段の一つとして大太鼓が用いられてきました。例えば7世紀には時を告げ、室町時代には戦の合図などとしても用いられてきました。それもあって歌舞伎囃子でも合図として使われます。まずはその日に興行があるかどうかを知らせたり、会場の合図として打つ一番太鼓があります。最初に引き戸を開ける音から始まり、どんと来いどんと来いというリズムで打ちます。また興行が終わると打ち出し太鼓を打ちます。出てけ出てけのリズムで打ち、てんてんバラバラてんてんバラバラと楽しかった一日を終えます。これは太鼓の独奏曲で長鉢を使って演じられます。2、幕開き。お囃子では幕開きにこれから始まる曲がどんな曲かを暗示するためにも大太鼓が用いられます。日本では昔から神社やお寺の祭りごとにも大太鼓が使われてきました。それで神社を思わせるような音は人の魂を描くような物語に使われます。今聞こえているのは長唄の娘道成寺に用いられる音楽という名の曲です。一方大太鼓は神社やお寺以外、町の獅子舞など民族芸能としても使われてきました。それでそのような音が取り入れられた通り神楽という名の手回りは、江戸の町の庶民の暮らしを描く物語の幕開きに打ち込まれます。3、効果音。大太鼓はさまざまな音を作ることができます。それでお囃子ではそれを使っていろいろな効果音も作ります。例えば水音、波音、雪音、風音などの自然の音の描写、幽霊の恐ろしい音、これから何かが起きそうな気配などに使われます。4、リズム。これまでもお話ししましたが、大太鼓は歌舞伎のお芝居や音楽でも使われますが、町では特に神楽や祭り囃子で大活躍しています。
それで歌舞伎囃子にもそれらが取り入れられ、細鉢を使った演奏に大太鼓もリズム楽器として他の楽器とともに用いられます。ところがそれ以外に能から来た手法を使う太鉢を使った太鼓と一緒に演奏されることもあります。宮神楽です。宮神楽は宮廷で行われる神楽の音を模していて、神社の場面などに太鼓、大太鼓、茶っ葉を用いて演奏します。まずは字から始まります。字はこのようになります。てれつくうつ、てこうつ、でんでん。てれつくうつ、てこうつ、でんでん。次は手を打ちます。てんどんてんどんてんどどどん、てんどんてんどんてんどどどん。それからてけてんどどどん、てこつてんてん、てけてんどどどん、てこつてんてん。今度は茶っ葉を打ってみましょう。つけつくつ、じゃこつ、じゃんじゃん、て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 けてん、じゃんじゃん、じゃこつ、じゃんじゃん。長唄の官行雪の姿見、通称摩訶書の出に使われています。この場合は字が二度あり、その後手が続きます。まとめ。洋楽ではバスドラムは他の太鼓と同様リズム楽器としてのみ使われますが、日本では大太鼓は大昔から大事な伝達手段として用いられてきました。神社やお寺の儀式にも用いられ、また民族芸能としても広く人々の間で愛されてきました。それで歌舞伎でも一番太鼓、打ち出し太鼓などの合図に使われます。また幕開きに曲の状況設定の音楽、曲中の効果音も行います。そして打楽器として、特に祭り囃子、また陽気な曲に伴奏としても使われています。今日は皆様と一緒に宮神楽を打ってみました。今日の動画楽しんでいただけましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。次回は影囃子に使われる楽器をご紹介します。ではまたお会いいたしましょう。